が多いな時代があって、でそうすると土地のね、まあ、日本でいうとああいう長老みたいなのでじゃあ、ね、女性いっぱいいるからでどうしましょうっていうことで、だってイスラム教徒って女性働いてはいけないの、弟でじゃあ男が女性がね養っていきましょうっていう考えだったんですよ。それでリポーター先生になったんです、昔がね。でそれが昔の、ね、ことだけど、今はもう違うでしょ、男と女性同じ人数だからね、平等にしないとね。でね、お金やるといっぱいもらうとそれが嫌ね。まあね、そういうのはやっぱり不平等なことはね、多少もね、女性の強くならないのでね、他の民族にはね、こういうのは言ってはいけないんだけどね、まあ、それが難しいんです。タケはね、もうあんまり言ってはいけないんです、マレのね、そういうことがね。でもね、なんで彼らもね、自分でね、なんで言わないかなって私もわからないけど、ただだんだん今教育は強くなってきてるから、マレーの女性もね、それが不平等っていうのは分かってきてると思うんだけどね、少しね、みんな自分も言えるようになると思いますけどね。だってね、肌を見せられないとかそういうね、だって街、今コラボ街行くとね、みんなミニスカート履くよ。ね、だって元とか体の曲線出す服装も全部ダメよ。あと透明度あるものもダメよ。もう今コラランプ水着を着てプールに入るよみたいな。そう、やっぱり現代化になった街ね、田舎から